人参食べてます。2匹とも可愛い。早速ありがとうございます。すいません、なんか突然ちょっと時間があったんで、人参食べそうな雰囲気だったのでライブで配信してみようかなと本当にして。新しいのから食べる、そして落とす。食べない。パンちゃんは隠れて食べてます。なんか太ったね、パンちゃん、ちょっと。食べる。食べるそうです。落として。
いいな。なんで自分でひっくり返してます。人参持って行ってますね。あ、モンキーフード食べてる。食べないの？パンちゃんが奪いに行く。怒ってんの？フラムさんがあんなところで。
何舐めてんの？ずっと飼い主の手を舐めてます。これだけ動き回ると写すの大変そう。そうなんですよ。ライブ配信だとね、予測がなかなかできないので、こうやって逃げられます。よいしょ。シルエットで真っ黒になって、ブラムさん、何やってきて、あーよいしょ。かわいいです。体重何グラムぐらいですか？体重はね、200グラムぐらいですね。ブラムさんが250グラムぐらいで、パンちゃんで今どれぐらいですかね、120ぐらいですかね。授業前にタイミングよく少し覗けてくれた。あ、授業前でしか、すいません。そんなお忙しい時にありがとうございます。いつもコメントありがとうございます。すいません。こっち向いて飲んで、はい、どうぞ。後ろから見ると、こらこらこうやってお姉ちゃんの邪魔をします。いつも2匹合わせても500グラムない。軽いと忍び込めても気づきなそう。そうなんですよね。お部屋から出るときに肩乗ってるの気づかず一緒に出そうになります。人参はいいの？同伴同伴です。飼い主の上で食べたいそうです。いつもだとね、音楽あるんで食べてる音聞